吉脇第一章。主のしもべモーセが死んだ後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシュアに言われた。私のしもべモーセは死んだ。それゆえ今あなたとこのすべての民とは共に立ってこのヨルダンを渡り、私がイスラエルの人々に与える地に行きなさい。あなた方が足の裏で踏むところは皆、私がモーセに約束したようにあなた方に与えるであろう。あなた方の領域はアラノからレバノンに及び、また大川イフラテからヘテ人の全地にわたり、火のいる方の大海に達するであろう。あなたが生きながらえる日の間、あなたに当たることのできるものは一人もないであろう。私はモーセと共にいたようにあなた共におるであろう。私はあなたを見放すことも見捨てることもしない。強くまた大しくあれ。あなたはこのために私が彼らに与えるとその先祖たちに誓った地を得させなければならない。ただ強くまた大しくあって、私のしもべモーセがあなたに命じた律法をことごとく守って行い、これを離れて右にも左にも曲がってはならない。それはすべてあなたが行くところで勝利を得るためである。この律法の書をあなたの口から離すことなく、昼も夜もそれを思い、そのうちに記されていることをことごとく守って行わなければならない。そうするならばあなたの道は栄え、あなたは勝利を得るであろう。私はあなたに命じたではないか。強くまた大しくあれ。あなたがどこへ行くにもあなたの神主が共におられるゆえ、恐れてはならない、おののいてはならない。そこでヨシュアは民の司たちに命じて言った。宿営の中をめぐって民に命じて言いなさい。糧食の備えをしなさい。三日のうちにあなた方はこのヨルダンを渡って、あなた方の神主があなた方に与えて得させようとされる地を得るために進み行かなければならないからである。ヨシュアはまたルベン人ガド人およびマナスの半部族に言った。主のしもべモーセがあなた方に命じて、あなた方の神主はあなた方のために安息の場所を備え、この地をあなた方に賜るであろうといった言葉を記憶しなさい。あなた方の祭司と家畜とはモーセがあなた方に与えたヨルダンのこちら側の地にとどまらなければならない。しかしあなた方のうちの勇士は皆武装して兄弟たちの先に立って渡り、これを助けなければならない。そして主があなた方に賜ったようにあなた方の兄弟たちにも安息を賜り、彼らもあなた方の神主が賜る地を得るようになるならば、あなた方は主のしもべモーセから与えられたヨルダンのこちら側日の出の方にあるあなた方の所有の地に帰って、それを保つことができるであろう。彼らはヨシュアに答えた。あなたが我々に命じられたことを皆行います。あなたが使わされるところへはどこへでも行きます。我々はすべてのことをモーセに聞き従ったようにあなたに聞き従います。ただどうぞあなたの神主がモーセと共におられたようにあなたと共におられますように、誰であってもあなたの命令に背き、あなたの命じられる言葉に聞き従わないものがあれば生かしてはおきません。ただ強くまた大しくあってください。